木材仕事とは、営業から、工事管理から積算から、1日だいたい 2,30 種類の木材の加工を行ってます。新しいことをどんどん学びたい人には木材業界向いてると思います。自分らしく働ける場所、海外に、買い付けに行けるというところで、どんな性格の人でもできる仕事なのがいいと思います。やっぱり木を扱うことはやっぱり木を育てることだと思うんですよね。木材仕事の面白さ、そして木材の魅力とは。新木場の人間関係ですね、ものすごくいいですよ。自分がこう考えたことが形になるっていう、香りがとてもいいので癒しを感じたりとか、この革ジャンと一緒で育っていくところが好きです。材木は生きがいですね。フォークに乗るのも初めてだったのでそこが楽しい。いや、木は好きですよ。まあ、好きの一言だね。結構苦労して作ったものが想像通りにいた時が、オリンピックだったりとかそういった大きな行事でも携われてるっていうのは、面白さっていうのは戦いですかね。ここで働く、働き続ける、その原動力とは。酒とタバコと女房ですね。日本の木を知るっていうところが一番のモチベーションになってますね。営業の方だとかお客さんに、ありがとうと言ってもらえること、やったらやった分だけ評価もしてもらえる、いろんな個性的な人がいるんで、コミュニケーションとかも、体にもいいし健康にもいいし、人間関係がすごくいいので、そこが働く原動力かなと。ありがとうという、感謝の言葉であったり、本当ありきたりなんですけれども、いろいろな人がいる、いろいろな夢がある。廃材の利用をしてもっといろんなことに挑戦できていけたなと、歴史に残るようなところに使わっていただいて、海外で仕事を作れば海外の方にも行ける、その新木場内でのこう仕事を業務会社増やしていけたらなと。まずは一つの現場でもいいから、一人で最初から最後まで若い人と一緒になって、これからの木材業界盛り上げていければなと思っています。もう誰もが知ってるような建物に携わってみたい、子どもたちに関わるような、そちらの仕事に。日本の建築技術がどこまで、海外に通用するかとか、そういうチャレンジも。引き出す、届ける、木材の力を人の力で。木力、東京木材問屋協同組合。